はい、皆さんこんにちは。今日は、この日本レストランの名前はナゴミというレストランに来て、これは、ウラシリセントという駅から歴史車に乗ってからもう10分ぐらいだけで距離でここに着きました。それで今は日本食はめちゃくちゃ食べてるから、それ、まあ、これからももっと食べようと思って今、彩香さんが紹介してくれたレストランなんですけど、もう本当に紹介してくれてありがとうございますで、名前がよく分かんなくて、もし大丈夫だったら、順番でこっちから名前は何ですかっていうのを知りたいなと思って。オクラです、うん、こちらがマグロ、鶏もも、エビ、はい、チェリートマト、ネギマ、カリフォルニアロールです。カリフォルニアロールが好きですよね。あとこれはすごくないですか、これもなんかいい感じでしょ、うん、はい、こっちはこれは何だったっけ。それがね、鶏もも。これは鶏もも、うん、うん、おいしい、おいしい。いや、これと使ってもいいの。うん、つけてもいいよ、お好みで。うん、これは手で食べる。あ、って手でもいいよ、もちろん。なんかこれも美味しい。うん、うん、でしょ。うん、マジ、うん、マジ、うん、もう一回聞くよ、オフがなんで僕日本行った時は買った店で、まあ、505、うん、帰りはめっちゃ安かったし。嘘、サンマルビ。マジ。でも今言ったら4万でオフだったらさ、サンマルビでも高いと感じるよ今。確かに。やっぱりさ、日本に行きたいでしょ、将来は。日本で働きたい、日本に住みたい、そこまでではないの。たまに旅行で行ければいいよ。日本に住みたいなら OK。 仕事ができるかどうかわからない。今までもう大体3年以上で自分、まあ、起業って言えばいいかわからないけど、フリーランス、うんうん、で仕事やってて、その会話か学校かうまくいってるよ、うん、言ったでしょ、あの人は、うんうん、みんなそうだよ。その人が住んでるところと私が住んでるところは全然違う、全然違う。あの人はインドの上か一番上の右側ぐらいに住んでる、うん、実家は。そんな話までしてたの。してたね、見てたけど。そういうインド人がそこで住んでるって。で、分かる、分かるんだ。顔で分かる。で、僕がここいる、ここだね、うん、それでインド人じゃん、うん、その人の言語はヒンディー語じゃない、僕は。で、めちゃくちゃヒンディー語を間違えて話せた。じゃあ、あの子は生まれ育った母国語はあるのに。そうだよ、イングリッシュもヒンディー語も学ばないとダメ、はい、それはなんで学ばないといけないの、ヒンディーは、はい、絶対に学校で、はい、じゃないとここは分からないな、いろいろ。やっぱりヒンディーがメインなんだ。今僕は入学試験の終わってから今あちこち行ってるんですけど、で、それは何日になるまでは自分でもわからないんですよ。自分でそれが分かってきてから他のところに移動しようと思ってるし。